君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを積むか、あなたは負けることはない。私は信じています。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ、彼らはアテナの遺体をハーデスに献上すべくハーデス城へと向かった。そこに待ち受けていたのはスペクターたちの統括者である謎の女パンドラと最強のスペクターである冥界三巨頭の一人ラダマンティスだった。さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント、よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたもの。まあ日の出までに取ってこねばハーデス様にいただいた束の間の命も朝日とともに消え失せてゆく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今まではすべて我らを欺く偽りの行動だったということか。だがお前たちは大事なことを忘れていない。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。一つだけ答えよ。アテナは、死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎん。死んだ人間が行くところは死の国へと決まっていよ。まさかアテナはハーデス様と差し違えるつもりか。伝令、これよりこの地上のハーデス城を捨て全員冥界へ向かう。一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るようスペクター全員に伝えよ。サガよ、残念だがアテナの思い通りにはならん。ここがハーデス城。先に行ったゴールドセイントたちのコスモを追ってここまで来たものの、彼らは一体どこへ行ってしまったんだろう。あなたたちは。我が師カミユ、シュラ、サガ。お前たちには先輩としてゴールドセイントとして何も残してやることができなかった。だがせめて。分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れない。この時代に死してなお正義を守り通そうとした黄金のセイントが言ったことを。お前たちは。言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜ、スペクター。
怪我をせぬように教えてやるが、このハーデス城にはハーデス様の結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ、自己の力を大量に失ってしまうのだ。お前たちセイントの中で最強と言われるゴールドセイント、そのゴールドセイントのアイオリア、見ろ、ムーですら手も足も出ず、先ほど3人まとめてこの俺に視界の穴へ叩き落とされたばかりだ。なんだって？分かったらおとなしく去るんだな。我々は今から冥界へ赴き、アテナの印をあげてこねばならんのだ。待て、逃がすな。一人で深追いするな、セイラ。俺たちも行くぞ。待て、死ぬ気かお前たち。あなたは？このコスモは我が体温あるローシル、ライブラの同化、ハーデスの意志に守られているスペクター以外の生身の人間がこの穴へ落ちたら自殺に等しい。二度と生きては戻ってこれんのだぞ。しかしそれではセイヤは。残念だが、このまま死んだかもしれん。しかしセイヤがもしも落ちていく途中でアラヤシエイトセンシズに目覚めたとすれば、生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。エイトセンシズ。それではアテナは無論のこと、シャカもそのエイトセンシズを発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そうじゃ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは絶対に冥界から出てくることはなかろう。そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。アテナもシャカも戦いを放棄したのではないといった意味がこれでようやく分かったぞ。お前たちがハーデスと戦うためには生きたまま冥界に行かねばならん。つまりエイトセンシズに目覚めればならん。それができるか？お言葉ですが老子、できてもできなくてももはや俺たちに後戻りはできません。冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命も果たさなければならないのです。そうだよ、セイヤだってきっとエイトセンシズに目覚め生きて冥界までたどり着いたはずだよ。うん、俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。目覚めよエイトセンシズ。冥界、そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。エイトセンシズに目覚め冥界に降り立ったセイヤはシュンと合流してアテナの元へと急ぐ。しかしそこにまたしてもラダマンティスが立ちふさがるのだった。カノン、あんたほどのセイントが味方になったなんてこんな心強いことはないぜ。味方？私がいつお前たちの味方になったと言った？確かにアテナに忠誠を誓った。しかしお前たちの味方になった覚えなどない。ましてや女子のように感傷的なものなど足手まといになるだけだ。アンドロメダ、先ほどのお前の戦いぶりは何だ？目の前の敵を傷つけることを恐れてどうする？その敵を倒さなければ次にはその敵によってもっと多くの罪のない人々が傷つけられていくのだぞ。カノン。しかしたとえ敵とはいえ多くの者を傷つけたことが罪になるのなら、この世の邪悪を全て片付けてから神の裁きを受けようではないか。それまでは戦い抜くのみ。さあ、分かったら早く先へ行け。わかった、先へ行くぜ、カノン。
かつてはポセイドンまで手玉に取った邪悪の貴様がセイントに説教とは片腹痛い。確かにその通りだ。だが今の私はアテナのセイントだ。これからはアテナのため、正義のため、戦い抜くのみ。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミ。ファイト！グレイテスト！かつてはハミトへもたぶらかったが、ジェミニのカノン、貴様の走るから、見せてもらおうか。いいだろう、冥界参加者の天文星ワイバーグの仲間。相手にとって不足はないよ。冥界にはハーデスの結界もないようだな。ならば本来の力を発揮できなかったミロやアイオリアたちのようにはいかず。貴様は結界のおかげで俺がムーたちを倒せたというのは。そうでなければ彼らがお前ごときにやられるわけがあるまい。今こそ見せてやるぞ真のゴールドセイントの力を。この奴ら、今では逃げ場がないぞ。奈落の底へ落ちる。俺の剣を受けるか、二つに一つだ。それは貴様も同じか。ヨダマス、エルカ、星々の砕ける様を。さあ、剣道剣を受けるがいい。アダマンティス、ハーデスの元へ案内してもらおう。してやろう。ただし2億目の案内よな。結果を甘く見るなよカノン。帝王ウィナー、もう二度と迷わん。セイントとして戦い続けるのみ。ありがたい。なんだ今のは。体が動かん。先ほどルネとやらにかけた原動拳は単に幻覚を与えるだけだった。伝説の魔剣原動魔王拳はその日ではない。かかったやつは与えられた人間を殺さぬ限り目が覚めんのだからな。それにかかってハーデスの元まで行ってもらおうか。バカな、この俺の手でハーデス様の首を落とさせようというのか。その方が手間が省けて助かるというもの。だが安心しろ、元老魔王剣はこれからだ。さあ受けろ。うわなんだこの気配。ラダマンティス、貴様の配下のスペクターどもか。お前たち、なぜ来た。はっ、パンドラ様から大至急ラダマンティス様に来られるようにとの伝令が何度もございましたので。アテナを慕ってセイントたちまで何人か入り込んだ。俺はその者たちを先に片付けると言ったはず。はあ、そう申し上げたのですが、パンドラ様は相当待ちくたびれているご様子ですが。わかった。カノン、戦いはひとまず預けておくぞ。決着はこの次に必ず。